はい、どうも、海です。本日も、ベイちゃんの幕切れ、続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、バッドエンドらしきものを一つ回収したんですけども、さっきね、エンドリストを見たら、一つもね、埋まってなかったんですよね、これ。しかも、エンドめちゃくちゃあるっていうね、12個エンドあるらしいんですけど、前回のは多分、なんか文字化けしててさ、エンドほにゃららってなってたじゃん。多分それがエンドに含まれてないのかなって思いましたね。はい、じゃあ今日も続きからやっていきましょう。なんか怪しい人にね、なんだっけ、ハンカチでね、口を押さえられて意識を失ってってところでね、終わっちゃったんだよね。あ、ここか、トバリに相談する、相談しない。だから、私前回しないにしたんだよね。だからしてみるか。コメントで、トバリルートからね、回収してほしいっていうコメントがあったんですよ。だから私はそれをしたいから、トバリから先に攻略しよう。隠していたらまたトバリと会った時に何か言われる気がする。ここは相談した方がいいわね。多分相談すればトバリルート行くよね。私は店に置いてある電話の受話器を手に取る。呼び出し音が鳴った後に、交換手の声が聞こえた。はい、こちら東京。はいはい、どちらにおつなぎしましょうか。歌城邸につないでください。かしこまりました。交換手の返事からしばらくしてガチャリと電話が取られた。はい、歌城でございます。あ、待って、私前回さ、トバリに相談したか。いやいや、相談した。電話嬉しいぜ。あ、した。はい、次の選択肢来ました。私、やっぱ相談してましたね、トバリに。あれ、なんかすごい記憶喪失になってた。じゃ、誰かに声をかける。ここは前回絶対一人で帰るしたはず。だから、はい、誰かに声をかける。一人で帰ったから、なんか怖くなって、おい、なになんか可愛い子来た。可愛い子来たんだけど、ここの絵、かすみ。ごめんね、さゆりちゃん、一緒に帰ってくれて。あ、これがさゆりちゃんね。って気にせんといて。うちも一人の夜道は怖いし、さくらちゃんと一緒に帰れて嬉しいわ。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。それならよかった。ありがとう。私と同じ上がり時間で一緒に帰ってくれると承諾してくれたさゆりちゃんは同期の女給さんだ。大阪から上京してきたばかりで、明るい性格と大阪なまりが人気の愛嬌あるいい子である。ね、絶対人気でしょうね。明るくて、こんな可愛くて。そういや、さっきの大丈夫やった？さゆりちゃんも見てた？見るも何も、さくらちゃんのことだけ、とこだけ空気違っとったから目立ってってで。エセ関西弁申し訳ないです。そっか、ごめん。あまり大ごとにはしたくなかったんだけど。そんな気にせんくてええって。あんな周りに喋ったりせえへんよ。それより体調は大丈夫な？気分悪くなってへん？一応今までも贈り物をもらってはいたから慣れたと思っていたけど、あんなものは初めてで、血のワインが来たらさすがにぶっ倒れるで。ほんま随分と怖い話はな。あんた誰かの恨み買ったりしたんとちゃうの？そんなことはないと思うんだけど。なら相手が好きで怒っとるんかな。けったいな頭しとるわ。うちなら送り返しとるで。は送り返せたらいいんだけど。で、だってね、どっから来たかもさ、書かれてなかったよね、宛名も。届いた贈り物には差出人の名前もなければ住所も書いていない。そもそも切手や消し印などもないのだ。郵便局なども通していないのだろう。そのため送り返すこともできないのだ。直接ポストに届けに来てるとか、もう家知られてるのやばいて。とりあえず怪しい人見かけたらさくらちゃんに言うわ。これからも上がりが合えば一緒に帰るし、心強いさゆりちゃん。ありがとう、さゆりちゃん。頼りになるわ。ええねん。気にせんといて。かわいい、さくらちゃんのためや。お主もかわいいぞ、さゆりちゃん。さゆりちゃんとの談笑に穴を咲かせていたその時、後ろから私たちの足音に混じって別の足音が聞こえた。とばりかな。誰か別の足音が。ん？どうしたん？ねえ、後ろから足音が聞こえない。え？聞こえんと思うけど。あれ、気のせいかな。気にしすぎたちゃう？あんなん届いたから花瓶になっとるだけで。さゆりちゃんがそう言いながら後ろを振り向き目を丸くした。あ！嘘。え？トバリとかでしょ絶対。え？その声に私も後ろを振り向く。街灯も人通りも少ないこの道は薄暗い。その中でもはっきりと人影が目の前に佇んでいるのを確認した。
男性のように見えるが顔は薄暗くて判別がつかない。トンビ服だが学生の着るよくわからないが体のシルエットがはっきりと見えない服を着ていた。誰？振り向いた私たちの姿勢に気づいたのか男性はそのまま横道へとそれって走り去ってしまった。うわ怪しい人だ。でも前回さハンカチでさ口を押さえられてなんであなたがってなってたよね。だから絶対知り合いなんだよ。これ付きまとわれてたんとちゃうだよね。変装しないとバレるってことなのかな。さっさと帰ろ、あとちょっとやから。そうだね、早く帰ろ。そのまま私はさゆりちゃんの手を取りアパートまで急ぎ足で帰宅した。いやね、いくら二人で帰ってるとはいえね、か弱い二人の可愛い女の子が一緒だったらね、危ないよね。誰なんだ。ということがありまして、血液のボトルに夜道に謎の男、これは完全につきまといで間違いないだろうな。平井くんだ。前回平井くんとばったり会ったんだよね。誰かにつきまとわれた日から2日後、私は約束していた泊まりと平井くんにいつもの純喫茶でまた相談に乗ってもらっていた。はあ、マジかよ。マジでつきまといなの？やっぱりカフェなんてやめようぜ。両親に何か言われたら俺が説得するから、俺の家に住まね。何度断れば気が済むわけ。ずっと言ってるね。でもほんと好きなんだろうね。とわりは。だって危ねえだろ。心配なんだよ。心配してくれるのは嬉しいけど、そのお言葉には甘えられないわ。強いな。チェ。あ、それなら、俺がお前のアパート住むのは、まずいまずい、女の子しかいないんでしょ？何言ってるの？未婚の男女が同じ部屋に住むなんて、不埒なこと、大声で言うな。いいなずけだからいいだろ？だから元だってば。もういろいろ食い違ってる。たく、頑固だな。まあ、要は、その男が誰なのか突き止めればいいんだろ？ええ、それを一緒に考えてほしいの。任せろ、ここにいる平井がすぐに解決してくれるぜ。あまり慌てるな。重荷にか煽りた、読めない。二人ともありがとう。相談に乗ってくれるだけでとても助かっているわ。今お礼として何もあげられるものがなくて申し訳ないのだけど。いや平井くんね、前回絶対助けようとしてくれてたよね。あれ、いやーごめんね、平井くんを疑ってしまったがために。気にしなくていい、見返りを求めて相談に乗っているわけじゃないからね。そう言ってもらえるとありがたいわ。じゃあ早速作戦会議だな。トバリは砂糖をふんだんに入れたカフェオレをすすった後、真剣な面持ちで話し始めた。まず犯人は自らの足で店に来れるやつ、そしてコートを羽織っていた男性ってことだ。なんか前回さ出てきたあのお客さんのメガネの人、ちょっと怪しくない？もしかしたらここの絵さんの常連かもしれないね。しかも近郊に住んでいるやつ。ここの絵さんの行動をほぼ把握しているくらいだ。電車なんかの交通機関を乗り継いできてるやつではないだろう。なるほどね。じゃあもしかしたら私のことを気に入ってくださっている常連さんの中に犯人が？かもしれねえ。男の姿だから身長や年齢はなんとなくわかったか。そうね、506寸くらいはあったかしら。年齢はあまり、でも若く見えたわ。佇まいがお年を召した方ではなかったもの。506寸ってことは170センチくらい。ほうほう、高いね。まあ店に来てる連中でそれくらいの身長のやつを絞るか。あのメガネのお方は？あまり年を召していないのなら結構絞れそうだね。でももし突き止めたとしてどうすればいいのかしら。確実な証拠がないと言い逃れはたやすいからね。でもこんな贈り物をしてくるくらいだ。店側に言えば出禁にしてもらえたりするだろう。いや、カスミの行動をした上で贈り物が届いているってことは住所もどうせ割れてるだろう。出禁にしてもアパートに来られたらどうするつもりだ。ここの絵さんさえ良ければ別のカフェに移動すればいいと思うけど。今のお店にようやく慣れてきたのに移りたくないわ。それに近辺のカフェに引っ越してても私の行動をたやすく把握できる人だもの。そうね、逃げたところで絶対追ってくるよね。居場所なんてすぐに突き止められてしまう気がするわ。
家族のお嬢様がカフェへの受給なんてやってるんだもんな。そりゃ移籍しましたなんて新聞を見れば一発だ。そうとなると犯罪が起きるのを待つしかないね。そんな怖いこと言わんで平一。そうよね。我が国では現在付きまといを取り締まる法律は制定されていない。困っていると言ってもそうですかの一言で簡単にあしわれ。やばい時代、怖いな。ストーカーやばいよ、ほんと。ほっとったらね、人死ぬから。よくないよな。俺の大切な許嫁の身が危ないというのに、早く大学に進学して、もっと法律について学びたいぜ。あれ？トバリは法学部に進学するの？経済学部に行くのかと思っていたわ。ん？ああ、俺の家は資本家だしな。だけど俺は官僚になりたいんだ。父上に許可はいただいてるし、なんなら国家のお力添えができるよう張り切って勉学に励めって言われてるぜ。トバリがふんっと鼻を鳴らし、ふんぞり返った。彼は頭も家柄もいいはずなのだが、どこかバカっぽいというか落ち着きが足りなくて少し頼りなく感じる。まあ、そこが親しみやすくっていいんじゃないの？それに平井も一緒に法学部目指してるんだ。な！探偵物推理好きだからかな。ミステリー物好き。え？え？あ、ああ、まあね。何？なんか怪しいね。何？なんでそんなえってなったの？トバリに無理やり肩を組まれ、平井くんが苦笑する。彼は笑い慣れていないのか、少し笑顔がぎこちなく感じた。そんな笑顔も素敵よ。そうだったのね。二人とも大学に進学できるよう応援してるわ。ありがとう、ここの絵さん。ま、俺は無試験でも入れるっちゃ入れるんだけどな。頭良すぎてってこと？あんたは家族、ああまあ、家柄がいいからか。そっか、トバリは試験を免除してもらえるのよね。おう！でも家族って立場にこならず、俺はちゃんと試験を受けるつもりだぜ。偉い！偉いね、トバリ。そういうね、家柄に、頼らずしようとしてるとこ偉い。偉いだろ？褒めろ褒めろと言わんばかりに、トバリがニコニコと笑顔を作る。ここは褒めておくのがいいのだろうが、枝が褒めたら調子に乗らせてしまうだろうか。一人で考えていると、平井くんが口を開いた。ああ、そう。偉いな。え、褒めた。え、ああ、ありがとう。なんで褒めたの？突然の平井くんの褒め言葉にトバリが目を丸くする。きっと彼が褒めたりするのは珍しいことなのだろう。トバリの驚いた顔を見た平井くんは若干眉をゆがめ、そして立ち上がった。俺はそろそろ帰る。自習時間があるから。え、そうなのか？せっかく相談に乗ってもらったし、もう少し平井くんの話が聞きたい。ほいほい、ちょっと平井ルートに持っていこうとしてない？はてなはてな？なになになになんで選択できないの？平井くんを引き止めないと。え、押せないからこっちしかない。でも自習時間があると言っていたし、引き止めるのも悪いよね。わかったわ。忙しいのに相談に乗ってくれてありがとう、平井くん。気にしないで。またいつでも相談に乗るから。それじゃあ、ここの絵さん、またね。優しいよね、やっぱり平井くん。またな。あんたには言ってない。いや、冷たい、トバリには。ありがとう。またお願いするわ、平井くん。こんな冷たくしたのにさっきなんで褒めたんだろうね、マジで。トバリを睨みつける視線が私の言葉で少し柔らかくなった気がする。気がするだけだ。好きなのかな、主人公ちゃんのこと。それじゃあ俺たちもそろそろ帰るか。あまり長居していられないしな。そうね、トバリも付き合ってくれてありがとう。気にすんな。むしろ早く解決してやりてえのに、まだ時間がかかりそうだ。できることなら、お前の店の前を貼り付けられたらいいんだけど。お店の前に貼り付いていたら、お姉様方に強引に中に入れられてしまうわ。そうなんだよな。あいにく俺はお座敷遊びしかしたことがなくて、カフェには入ったことが。何？出現したトバリがしまったという顔をしてうろたえる。そんなトバリには私はいぶかしげな視線を送った。へえ、トバリってばお座敷遊びをしたことがあるのね。何お座敷遊びって？これもそういうお店、夜のお店的な感じ？いや、父上と一緒に付き合えてたぞ。決して俺が好き好んで行ったわけじゃ。別にいいわよ。私もうあなたの言い名付けでも何でもないですもの。あ、ちょっと遠ざけた。ふんと口をへの字に曲げ、トバリから顔をそらした。嫉妬しているわけではないが、幼馴染の知らない一面を知って少し複雑な気持ちだ。
滑るなよ。今度カフェに遊びに行ってやるからな。お前を指名してたっぷり金使ってやる。はあ、そんなこと求めてません。最低。そんな。お客様、他の方のご迷惑になりますので少々お声を抑えていただいてもよろしいですか。あ、すみません。もうイチャイチャを見られてるんだね、周りの人に。私たちの声がうるさかったのか、フラッチだったのか、店員さんに注意されてしまった。確かに落ち着きのある純喫茶で話す話しでもないだろう。私は口元に手を当ててこそこそと小さな声でつぶやいた。ささやいた。ほら、トバリのせいで店員さんに注意されちゃったでしょ。悪かったってば。そんじゃあさ、お詫びに今度デートしないね。デートってデートはデート、ん、かすみちゃんに英語は難しかったかな。デートってのは王星のことだよ。ちょ、それくらいわかってるわよ、バカ。はいはい、声が大きいぜ。じゃ、今度の土曜13時、この店の入り口で待ってる。なんでそんな、行くなんて決めてないわよ。甘味とかご馳走すんぜ。食べたいだろ。あ、久しぶりにキネマとかもどうだ。久しく行ってないよな。甘味にキネマ、その言葉たちに私の心が大きく揺らいだ。確かに。そんじゃあ決定な。また土曜日。そんなとこね、ストーカーに見られたらやばいんじゃない。あ、ちょ、トバリ。私の有無をも聞かずに、トバリは伝票を持って席から立ってしまう。何よ、勝手なんだから。でもちょっと楽しみだわ、なんて。ほー、なんかいい感じに進展していっていますね。土曜日、私はほんの少しだけおめかしをして待ち合わせ場所に向かう。少し気合い入れすぎちゃったかしら。いつもは着物だが、たまには洋服も悪くないだろうということで、水色のワンピースを着て、そのイラストください。トバリはきっと学校帰りだから制服だろう。私一人だけ浮かれているみたいにならないだろうか。久しぶりのキネマだもの、少しはおめかししたっていいじゃない。変じゃないわよね。キネマってなんだろう。これショッピングモール的な映画館。ワンピースの裾を揺らしながら歩いていると、喫茶店の目の前にトバリが立っているのが見えた。少し駆け足で彼の前に行くと、トバリは私を見て驚いたように目を丸くした。あ、可愛いからちょっと見とれてるんじゃない。何よ、ポカンと口開けちゃって。いや、そのワンピース。ワンピース？おかしいかしら。キネマに行くから久しぶりにおめかししようかなって思っただけなんだけど。すっげー似合ってる。あーい、はいはいはい、もういかんよ、そういうこと言ったら。そんなイケメンの顔でねえ、もうちょっとけしからん。え、お、あー、なに、もう最高なんだけど。え、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。かすみちゃんも可愛いし、え、トバリイケメン、イケメンだわ。あ、なんかこのいいですね、手袋してるんだ。トバリが屈託のない笑みを浮かべて私の手を取る。その眩しい笑顔を見ていると心臓がドキリと高鳴った。え、ちょっとかすみちゃん、もうトバリに傾いてるじゃん完全。だからすげー似合ってる、可愛いぜ。あ、ありがとう。何よ、ワンピース着たくらいでそんなほっぺ赤くして喜んで、なんだか私が恥ずかしいじゃない。そんな服持ってたか。初めて見た、かすみが洋服姿だなんて珍しいな。ずいぶんと前にお母様に買っていただいた服よ。着る機会がなかなかなくて、ずっとタンスにしまっておいたのだけど。久しぶりのキネマだもの、たまにはおしゃれをしようかしらって。そっか、お前も楽しみにしててくれたんだな。わあ、イチャイチャして手つないで、もう付き合ってるじゃん。俺もビシッとスーツ着てきたかったな。学校帰りだったからいつも通り制服で悪い。いいのよ、気にしないで。その制服姿がかっこいいから、もう何も文句ないよ。そこはスーツ姿のかっこいいトバリを見たかったわ、じゃねえの。言うわけないでしょ、お客様でもないんだから。方便じゃなくて本気で言ってほしかったんだけどな。なおさらないわ。たく、強がりだな。ほら行くぞ。強がりじゃないわよ、勝手に解釈して。言い返すのもなんなので、黙ったまま繁華街の方へと歩き始めた。トバリの後を追う。いつもと違う靴を履いているからか、足音もコツコツと上品な音が鳴った。隣歩けよ、寂しいだろ。未婚の男女が並んで歩くなんて。
なんかダメなのかな昔は。なんだよお堅いな、女学校でそんなことばっか習ってたのか。そうよ、勉学の他に女学生は立派な淑女になるための所作法を学ぶわ。でも今お前は女学生でもないし、俺の隣で歩いてもいいんだろう。そういう風に習ったんだもの、女学生じゃなくても関係ないわ。未婚とはいえ、いいなずけなんだからいいだろう。あ、またいいなずけ言ってる。もういいなずけじゃないってば。じゃあいいなずけだった時を思い出してな。もうしつこいわね。ああ言えばこういうとばりの返答に疲れた私は仕方なく隣に並ぶ。私との距離が近くなるととばりは嬉しそうに口角を上げた。え、これかすみちゃん、とばりがさ自分のこと好きって気づいてないのかな。やったぜ、ありがとな。はいはい、どうせキネマで男女別々になるからね。え、風席で入らないのか。入るわけないでしょ。いいじゃん、二人で一緒に見た方が絶対面白いぜ。やっぱ映画的な感じなのかな。恥ずかしいわよ。なんだよ、俺が隣にいちゃ恥ずかしいってか。そういうわけじゃないけど。ならいいじゃんな。トバリが笑いながら圧をかけてくる。彼の強引な態度は昔からだ。一度こうと決めると堅くなに意見を譲らない。断り攻めでもして言いまかせない限り彼の意見は変わらないだろう。まあ私がトバリを感情論以外で言いまかすことなんてできないんだけど。おお、あ、やっぱ映画館みたいな感じですね。そうこう考えているとキネマにたどり着いた。トバリが受付で夫婦席2枚を購入。結局夫婦席かい。そのまま席へと向かう。そういえば何のキネマを見るの。恋愛ものだ、お前そういうの好きだろ。あら、私の趣味に合わせてくれたの、ありがとう。久しぶりのキネマだからな、お前が好きそうなの見せたくて。トバリは強引だけれどこういうところは優しい。なんだかんだ私のわがままも聞いてくれるので憎めないのが彼のずるいところだ。ほら始まるぞ。何、恋愛もの見てちょっとドキドキするの。二人並んで座ると開始音が鳴り照明が落ちた。照明が落ちたが照明ってなんだ。舞台には活動弁士とラック氏が脇に構えており、そこから音楽やセリフが聞こえて臨場感あふれるものとなっている。序盤のつかみはいいわね、面白そうだわ。吊り橋効果的な恋愛映画見ることでドキドキをね、恋のドキドキと勘違いする。しばらく黙ったままキネマを見ていると隣、トバリが隣で眠そうにあくびをこぼした。確かに激しい戦いをするわけでもなければ小難しい推理ものでもない。恋愛ものはきっとトバリにとっては退屈な内容だろう。でも合わせてくれたの優しいね。私好みのを選んでくれたのは嬉しいんだけど、あくびをされるのは尺ね。せっかくいいところなんだからちゃんと見なさいよ。手つないだら目覚めるんじゃない。頭に来た私は眠そうなトバリの手の甲を、あ、指先でキュッとつねったんかい。うい、一瞬痛そうな声を上げたトバリがこちらを見る。ドアップかっこいいんだけど、めちゃくちゃしてやったりね。私はべと舌を出しそのままキネマの視聴に戻った。するとトバリが私の手を取る。何よ、私の手をつねる気。トバリの方へと顔を向けるとトバリはそのまま私の手の甲へと口づけを。おい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 、映画館でイチャつくな。不意に声が出そうになるが、寸前のところでもう片手で口元を押さえる。トバリはにやりと笑うと顎で画面を刺し、私は促されるまま視線を画面へと移す。集中できないじゃんこんなの。そこには幼馴染の高青年が主人公の手の甲に口づけをしている姿が映る。真似するな。あ、まさにキネマのような出来事を今されている。お前のことが、あ、びっくりした、トバリが言ったのかと思った。お前のことが好きだ、小さい頃からずっとずっと。めっちゃかっこいいこのトバリ。めっちゃ好き顔。活動弁士の声が目の前のトバリと重なる。私は顔に熱が這い上がるのを感じ思わず手を引っ込めた。なんだなんだ、急に急接近。あのままキネマを見終え不上機嫌なトバリにそのまま夕食に誘われた。もうトバリいたらすぐからかうんだから。あんな恥ずかしいことをされてご立腹な私は口をへの字に曲げながらトバリの隣を歩く。トバリのせいで後半の内容はおぼろげだ。
そんなに怒るなよ。先に連れてきたお前が悪いだろ。眠たそうにしてたトバリが悪いのよ。揺すって起こしてくれてもいいのに。なんならキスでもよかったんだぜ。は？キスだなんてハレンチだ。そうか、異国では就寝前や起床時に挨拶として王にキスをするらしいぜ。我が国も異国の文化が流通してきているんだから、これも取り入れるべきだと思わないか。未だに取り入れられてませんね、その文化は。思いません。は、なかなかその文化を常識にするのは難しいか。仕方ないと笑うトバリはどこか余裕げで、私の虫の居所は悪くなるばかりだ。そんなに怒るなよ。ほら、なんかおごってやるから早く食べに行こうぜ。あっちの甘味どころとレストラン、どっちがいい？トバリにそう言われ、私はお腹が空いていることに気づいた。どっちにしようかしら。おお、これも選べるの？これでなんか変わったりするの？だってここで甘いの好きなんでしょ。じゃあこっち行くか。じゃあ甘味どころがいいわ。了解、こっちだ。めちゃくちゃデートしてる。普通にトバリに連れてこられて、甘味どころへと入る。席に座ってメニューを見ると、甘味どころには珍しく洋菓子の名前が連なっていた。あら、和菓子だけだと思ってたら洋菓子もあるのね。ここは繁華街だからな、最近の店は洋菓子も品書きに置くことが多いみたいだ。何があるんだろう。それじゃあ私フルーツポンチが食べたいわ。一度食べてみたかったの。おお、いいですね、フルーツ。いいな、じゃあ俺はストロベリーアイスにしよっと。かわいい。ふふ、またストロベリーアイスにするの？トバリー昔からそれが好きよね。お、さすが俺の許嫁、好みまで把握してくれるなんて嬉しいぜ。別に許嫁だから把握してたわけじゃないわよ。めちゃめちゃね、許嫁言うね。またその話かと私が眉間にシワを寄せていると、その間にトバリーは店員に注文を済ませてくれた。ねえ、トバリってなんでそんなに許嫁にこだわってるの？え、前にも言ったけど、私たち元許嫁でしょ。今は許嫁じゃなくてお友達じゃない。好きだからでしょ。私の言葉にトバリは何とも言えない表情をすると、何かを小さくつぶやいた。そりゃお友達が嫌だから言ってんだろう。え、あ、いや、なんでもない。わあ、もどかしい。こだわるっていうか、そもそも俺たち昔誓ったじゃねえか。誓った？な、お前もしかして忘れてんのか。え、私何かしたかしら。嘘だろ、俺と初めて会った日のこと覚えてないか。トバリと初めて会った日、昔の記憶を必死にたどる。確か8歳ぐらいの時にお母様たちに連れられて、歌代家でご挨拶をした日に出向いたはずだ。そこで確か庭で遊んでたトバリに声をかけて、なんとかその日の出来事を思い出そうとするが、もう10年も前のことだ。詳しく何を話したかまでは思い出せなかった。マジか。あー、そっか、忘れてんならいいんだよ。結婚しようとかそういう感じでしょ、多分。でも残念だな、浮かれてたの俺だけかよ。な、何？気になるから言ってよ。やだ、そんな恥ずかしいこと、こんなとこで言えかよ。恥ずかしいこと？一体何をしてしまったのだろうか。頭の中でぐるぐると思考を回すが、あまりうまく思い出せない。絶対そうじゃん、絶対そうじゃん。え、でっか、ダイヤでっか。そうだよ、だから大きくなったら。あれ、今なんか、かすみ、ほらフルーツポンチ来たぞ、食べないのか。でもさ、今の階層さ、なんかだいぶ成長してなかった？10年前だったらもっと子供なんじゃないの？あー、食べるわ。意識を戻し運ばれてきたフルーツポンチを見ると、色鮮やかでとても美味しそうだった。早く食べたいとスプーンを取ると、トバリが注文したストロベリーアイスも運ばれてきた。お、来た来た、美味しそうな。一口やろうか。じゃあもらおうかしら。私のフルーツポンチも一口食べる？いいのか。じゃあ、あーんってしてくれよ。そんな下品なことしません。さすがにダメか。いつものようにトバリが茶化す。ガード固いですね、カスミ。こうやってトバリと二人で食事をするのも久しぶりだ。またこうやって会えたらいいな。はいはい、またこうやって会えたらいいわ、だいぶ好感度上がってるよ。その後二人でお店から出ると、すっかり日も暮れてお月様が顔を出していた。はあ、うまかったな。どうだ、今日のデート楽しかったか。
ええ、久しぶりにキデマを見たり、二人で食事もできたり、とても楽しかったわ。ありがとう、トバリ。よかった。また来ような。でもストーカーの件何も解決してないけど。もちろん。でも毎回奢ってもらうのも悪いし、また行きたくなった時に行きましょう。そんなこと気にしなくていいのに、俺はいつだってお前とデートに行きたいぜ。茶化さないで。いいの。申し訳ないもの、たまに来られたら嬉しいわ。はーい。なんかちょっと切ない BGM が。んじゃ、たまに連れてきてやっから、お仕事頑張れよ。トバリが楽しげに私の頭を撫でる。くしゃくしゃと撫でられ髪が乱れてしまったが、その言葉が少し私は嬉しかった。ありがとう、頑張るわ。ん、それじゃあな。アパートの近くまで送ってもらい、トバリは手を振り反対方向へと歩いていく。少しだけ昔に戻れたみたいで楽しかったわ。もう別れてしまうのが少し名残惜しかったが、トバリを呼び止めることもできず、私はそのままアパートへ戻った。はいはい、ただただイチャイチャしたおデートだったけどね。こっからね、ま、犯人か見つかるのかな。あんな遊んでて。あ、立花さん。あ、立花さん、この人、私ちょっと怪しい候補1。いや、少し早かったかな。あ、お店に来てくれたんか、この子。この子この子って言い方あれだけど。トバリとデートをした日から幾日か、私は今日もカフェでの、勤務に励んでいた。トバリから仕事を頑張れと励ましの言葉ももらい、ますます借金返済のために私は身を粉にして働いている。今日も常連の立花さんのお相手をしているところだ。立花さんはすごいですね。若くして立派にお勤めしていらっしゃって、だから身なりもお綺麗なんだわ。ありがとう。仕事を頑張った甲斐があるよ。こうして君に会えたんだから。マジでね、主人公ちゃんお気にじゃん。ご冗談がお上手で、でも弁護士さんに褒められるなんて鼻が高いです。僕も褒められて頬をほんのりと桃色に染める君を見ると気分がいいよ。立花さんのグラスにお酌をしながら、私は会話に花を咲かせる。あのワインの事件から私の常連となってくれた立花さん。彼は弁護士としてお仕事をしているらしく、羽振りがいいのか何度もボトルを開けてくれる。なんかさ、あの事件もわざとそのタイミングで起こしたんじゃないのかな。どうやらお酒は強いようで、私が何度ワインを注いでもその顔が赤くなることはなかった。落ち着いた大人の男性の雰囲気に私は小さく笑う。トバリだったらきっとこうはならないわね。この前のデートを思い出す。トバリはただの食事でさえ騒がし、ワインなんか飲んだら酔っ払ってもっと騒がしくなるのが容易に想像ができた。こんなね、トバリがいないところでトバリを思い出す。もう好きだよ、それ。トバリが酔っ払った姿、面白そうだから少し見てみたいわ。おや、誰のことか。ほらほらほら、嫉妬しちゃった。え？まるで考え事を見透かされたような一言に、私の胸がドキリと脈を打った。左上を見ていたから、視線をそちらに動かしているときは何か思い出しているときだよ。へえ、右上は嘘をついているとかそんなんあるよね。だから僕と会話をしながら誰かのことを考えているのかなって。すごい。立花さんの説明に根拠などの、説明はされていないが、すぐに納得できた。実際に的を射ていたからだ。そんなことまで分かってしまうのですね。弁護士という仕事をしているからね。人の嘘を見抜いたり、何を考えているかの予測を仕草や表情で分かるようになってからが一人前だ。すげえ、弁護士。すごいです。私も身につけられたらな。たやすく身につけられたら僕の商売も上がったりだから、君はそのままでいいよ。ところで、本当に誰のことを考えていたのか聞いてもいいかい？もしかして例のつきまとい？あ、ここでトバリの名前を出すより肯定した方がいいわよね。そうなんです。この前もつきまといが現れたのでとても怖くて。そっか、そうね。実際あったもんね。あのさゆりちゃんと一緒に帰ってる時に姿現しちゃったし。立花さんは目を細く据える。まるでこれが嘘だと見抜いているかのような視線に、私の心臓はドキリと高鳴った。すげえ探偵だ。でもつきまといが現れたんだ。贈り物以外の被害に遭うのは初めてだね。どんな姿か確認した？暗くてよく見えなかったのでおぼろげでしたけど、五尺六寸ほどのトンビ服を着た若い男性のように思えました。ふむ、なるほど。立花さんは私の言葉を聞くと顎に手を当て眉を潜めた。どうしたのかしら。
私が不思議に思っていると考えがまとまったのか、立花さんは一つうなずいて口を開いた。一人思い当たる人がいるんだ。なんで？なんでそんな都合よく思い当たる人おる？そうなんですか？あ、僕の予想にしか過ぎないけど。立花さんが身を乗り出し、私の耳元へと口を寄せる。少しかすれた高い声が私の耳を優しく、こすった？え？多分ね、第一高等学校の教授についている男子学生じゃないかと思うんだ。第一高等学校の教授についている男子学生。え？あの教授、名前は何だっけ？森下さんかな。彼のお付き、身の回りの世話をしている下宿人の子が怪しいよ。森下さん？私の常連さんではないわね。なぜそう思うんですか？森下さんのお気に入りは確かさゆりちゃんでしょ？あの大阪弁の、よく彼女が森下さんの宅についているのを見かける。けど森下さんの隣にいる彼はいつも君のことを見、あ、そうなんだ。え？あの視線は間違いなく電ボだよ。本当にその方が私のことを見ていたのですか？僕の目に狂いはないよ。だって僕もさくらちゃんのことを見ているからね。わ、同じ線を向けるものを僕が間違えるわけがない。ええー、でもそれだけじゃ何とも言えないけどね。立花さんがにっこりと微笑む。洞察力がすごいとはそんなことも分かってしまうのか。そうなんですね。君はその学生の姿を見たことはあるかい？ちらっと見たことはあると思いますね。でも確か学生帽を目深にかぶっていて顔までは。そっか、そういえば最近は森下さん自体あまり店に来ていないよね。多分この時期だから生徒たちの試験の採点に追われてるんじゃないかな。そうかもしれませんね。試験のことならトバリに聞けばわかりそうだわ。答案用紙の返却日に合わせて勤務を入れれば森下さんがご来店されるところと鉢合わせできるかもしれない。私が黙りこくって考えていると立花さんがクスクスと笑みをこぼした。え、そうやって犯人を別の人に仕立て上げようとしてるんじゃないのかな。その様子だとやっぱり顔が見たいようだね。はい、だって気になりますし、それに顔や格好を見ればこの前つきまとっていた人と同じかどうか確かめられますから。好奇心旺盛な君も嫌いじゃないよ。それじゃあ僕も第一高等学校の試験日程が終わり次第また店に出向こうかな。え、第一高等学校の試験日程をご存知なのですか？ああ、僕の弟が第一学校、え、誰通っているんだ。だから弟に聞いておくよ。え、誰だろう。あ、そうなんですね。ではまたお待ちしております。うん、それじゃあ今日はこの辺で失礼するよ。またね、さくらちゃん。お体にはお気をつけて、また早く会いたいですわ。その言葉、僕以外の男には言ってない？え？まあ、これ接客だからね、信じないでね。突然の立花さんの言葉に思わず目をまばたかせてた。そんなこと、女給をしていれば嘘でも毎度言わなければいけないセリフのようなものだ。だけど、立花さんはいつも相談に乗ってくれるし、優しいし、本当にまた来てほしいと思っているわ。冗談だよ。君があまりにも心にもないことを言っているような気がしたから。そんな、心にもないことだなんて、そんなわけありません。そう？必死な君も悪くないね。ありがとう、そう思っておくことにするよ。あ、服着た。私は否定したが、立花さんはそれをあしらうように軽く洗うと山高帽をかぶり、そのままお店の外へと出て行ってしまった。怪しい、あの男。大人の男の人ってかっこいいけれど、何を考えているかわからなくて少し怖いわ。トバリみたいにわかりやすかったらいいのだけれど。そうね。トバリ、いや、トバリがいいよ、一番、今のところ。トバリ攻略したい、早く。夜も更け、もう寝る時間も近いというのに、俺は使用人に呼ばれ受話器を手に取る。俺は？歌城邸にしかも当主ではなく、俺にわざわざ電話をかけてくれるような輩は一人しかいない。あれ？トバリ、なるほど。それで俺に電話をしてきたのか。そう、トバリって第一高等学校で、あ、なんか、これ、一人称して、あれ、トバリになってない？電話の先の可憐な声は、俺の言い名付けである、九重かすみだ。相引きの連絡ならとても嬉しいのだが、彼女から電話が来るときは、決まって大体相談事だった。
私の常連の立花さんって方がおっしゃってたの、森下さんのお付きの学生が私を付きまとってるやつじゃないかって。弟さんも戸張と同じ第一高等学校の生徒らしいのだけど、戸張に聞いた方が早いと思って。なるほどな、いいぜ、ありがとう。それじゃあ早速、森下さんが受け持っている答案の返却日を教えてちょうだい。その人連日に勤務を入れようかと思うから。了解。な、森下先生の授業は英語だから、俺は配られた日程表を見る。試験日程についてはちょうど昨日すべて終了した。あとは英語の授業がある日を見ればいいだけだ。俺のクラスは他の2クラスより英語の授業が後だ。だから採点も俺のクラスが最後だろうなら、あさっての24日に英語の授業がある。その日が返却日だ。わかったわ、ありがとう。それじゃあ24、5、6と出勤することにするわ。ああ、そうしてくれ。でもそうだな、俺も店に顔出した方がいいか。もうすぐそう言う、来なくていいわよ。トバリが来たらうるさくて目立っちゃうわ。なんだよ、俺だって静かにすることくらいできるぞ。本当に昔から騒がしくて落ち着きがないからじゃない。いつも泥だらけで帰ってきて使用人さんに怒られてたくせに。子供の時と今は違うだろ。それでも心配。それに私、トバリが来たら素が出ちゃうもの。ちゃんと接客できる自信が。うわぁ、これ特別よ、素が出ちゃうって。なんだよ、別に素のままでもいいんだぜ。お姉さま方に怒られちゃうわ。他のお客様にも見られてるし。そうね、怪しいメガネさんに見られたら嫉妬されちゃう。じゃあ頑張って接客してくれよ。いやよ。恥ずかしいよね、こういう素を出せる相手に接客って。どうして。ウシカルカスミの声に俺はすっとんきょうに何も分かってなさそうな声で問いかけた。だってトバリのこと褒めたり、その色目を使うような仕草や言葉で話さなきゃいけないんだもの、恥ずかしいわ。どんどん尻すぼみになっていく声に俺は声には出さず口角を上げる。あー、やっぱり俺の言い名付けはいつだって愛らしい。ちょっとトバリ黙らないでよ、聞いてるの。あー、悪い悪い、ちゃんと意識してくれてんだなーって嬉しくて。違うよ、知り合いにそんなことするのは恥ずかしいでしょ。じゃあ平井がもし来店しても恥ずかしい。そうね、恥ずかしいかも。声色だけなら俺の思い通りな気がするけど、やっぱり顔を見ないとわからない。そっか、まあまた今度、店じゃなくて別の場所で会おうぜ。わかったわ。それじゃあそろそろ切るわね。あまり長く話してるとオーナーに怒られちゃう。ああ、それじゃあな、進展あったらまた連絡してくれ。ええ、じゃあまたね。はいはい、なんで急に帳張り支店になったんだろう。俺はそのまま自室へと戻り、ベッドへと腰をかけた。さて、どうしよっかな。このままでも面白そうだけど、あいつの悲しい顔はあんま見たくねえし。ん？もう少し頑張るか。大きく伸びをする。これからちょっと忙しくなりそうだ。なになになに？あいつの悲しむ顔あんまり見たくない。なに？待って、トバリがもしかしてさ、犯人とか。そんなことないよね。ちょっとめちゃくちゃ気になるけど、今回ここで終わろうと思います。待って、もうこんがらがった。何最後の意味深なセリフ。あいつの顔、なしむ顔は見たくない。でももうちょっと頑張るか。わかんないけど、ちょっと止まりが怪しく見えてしまった。どうしよう。